んにちは、かまい北のかまいだにゃ、みんな元気かな。今日はですね、こちら札幌焼肉飴のしずくこと日本店さんにやってきたにゃ。どんなお店なのかワクワクだにゃ。早速入ってみるにゃ。はい、店内に入ったにゃ。店内は1階と2階に分かれているにゃ。早速では1階の方にまず行ってみるにゃ。おお、蓄音機がある。なんだかおしゃれだにゃ。はい、1階に着きましたにゃ。はあ、なんともおしゃれな店内だにゃ。なんかホテルの一室とかロビーみたいだにゃ。こういうなんかちょっとした置物もすごい素敵で、なんかアンティークな感じの1階だにゃ。そして皆さん、なんとここは焼肉屋さんに必ずと言っていいほどあるダクトが似合いんです。ここしかも吹き抜けになってて素敵だにゃ。なんでダクトがないのかというと、なんとこちらの焼肉を焼くこのスペースに煙のほとんどが下に吸い込まれていくそうなんだにゃ。だからなんと焼肉屋さんなのに匂いが服につかないんだにゃ。なんとも女子には嬉しい話だにゃ。だからおしゃれしてくることもできるし、イベントの後の大事な衣装の時にも来れるし、女子会にも持ってこい。そして匂いを気にしなくてもいいからデートにも持ってこいだにゃ。店内自体も素敵だから本当にもデートとか女子会とか飲み会とかにもぴったりだと思うにゃ。しかもダクトがないから焼肉特有の特有のダクトのゴーって音がしないから会話もしやすいんだにゃ。そういうところも配慮して作られているんだにゃ。本当に素敵なね、1階のスペースのにゃ。というわけで次は2階に行ってみるにゃ。はい、では2階に着いたにゃ。2階は2階でまたおしゃれだにゃ。2階はにゃんと和とアジアンリゾートがコンセプトのフロアなんだそうだにゃ。確かにそうだにゃ。なんかこの壁掛けとかなんかアジアンリゾートテイストだにゃ。そしてこの壁紙はだにゃ、牧場をイメージしているそうなんだにゃ。和とアジアンリゾートのコラボ素敵だにゃ。しかもこちら天井が吹き抜けになっていてガラス張りになっているので、夜は星空がとても綺麗に見えるそうなんだにゃ。なまらロマンチックだにゃ。プロポーズするとき、彼女に告白するとき、ぜひここに来たらいいと思うにゃ。はい、というわけで今下から上がってきたわけですが、ここでお肉を食べる前にちょっとカクテルのメニュー紹介もしたいと思うにゃ。まずこちら全部もう見た目からしておしゃれにゃんだけど、まずこっちね、一番端っこのこちら、肉に合うジントニック。肉に合うジントニックってなんでやにゃって思う人いっぱいいると思うんやけど、まず見た目からね、レモンが 1,2,3,4,5 6つも刺さってて超おしゃれな見た目にゃんだけど、見た目だけじゃなくてなんと中にブラックペッパーが入っているんだにゃ。ね、もうね、もう香りからしてね、ジンとね、胡椒の香りがたまらないんだにゃ。なんで胡椒が入っているかというと、お肉に合わせた美味しい味にするにはそのブラックペッパーを入れなきゃいけなかったみたいなんだにゃ。ちょっとカムイ、ちょっと年齢的に飲めないのがすごい残念にゃんだけど、みんなぜひぜひお店に来て、ブラックペッパーが入ったジントニックがどんな味なのか確かめてほしいにゃ。はい、そして2つ目のカクテルだにゃ。2つ目はこちら、生搾りレモンサワーだにゃ。じゃじゃーん、見て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 、これ普通のレモンサワーって半分のレモンがボンと入っているだけだと思うんやけど、なんとこちらのレモンサワーはレモンが丸々1個ブスッと刺さってるんだにゃ。もう見た目だけでもインパクト抜群だにゃ。 SNS とか載せたらリツイートいっぱいされると思うから、ぜひみんな撮って載せてみてにゃ。でお肉に舞うレモンサワーだから、ぜひぜひ、かもよどめないけど、みんな来たら注文してみてにゃ。そしてこれ一杯飲むごとに今流行りのレモンタワーを作れるみたいなんだにゃ。みんなレモンサワーいっぱい飲んで、ぜひぜひこんな形でレモンタワー作って SNS に載せてみてにゃ。こういう楽しみ方もできるのはいいにゃ。3つ目のカクテルはこちら、なんとも可愛らしい見た目だにゃ。野菜をイメージしているらしいにゃ。でこれは野菜をイメージした葉っぱにゃんだけど、ほうれん草だから、トマトのレッドアイを飲んだ後にほうれん草もちゃんと食べることができるにゃ。
しかもトマトは美肌や健康にも効果が高い飲み物の食べ物だから、女子会にももってこいの飲み物だにゃ。ぜひぜひみんな、このほうれん草が刺さった野菜をイメージしたトマトのレッドアイ注文して飲んでみてにゃ。3つのカクテルご紹介しましたが、他にもいっぱいカクテルあるので、ぜひみんなメニュー見て挑戦してみてにゃ。そして最後に、焼肉屋さんって結構最後に飴やガムを出してくれるお店が多いと思うんやけど、なんとこのお店はガムでも飴でもなく、なんと飲むヨーグルトを出してくれるんだにゃ。もう超おしゃれじゃにゃい。これ女子でもすごいお喜びの人が多いと思うんだにゃ。やっぱりみんなね、最後特に女の子は焼肉食べた後、口の匂いや胃のムカムカが気になる人が多いと思うので、この飲むヨーグルトでお口もすっきり、胃の中もすっきりして帰ろうにゃ。これはガムでも飲めるにゃ。うん、ミルキーなヨーグルトなもらおいしいにゃ。3つのカクテル紹介しましたが、カクテルはカムイ残念ながら全部飲めないので、ウーロン茶で我慢するにゃ。